どうも、お勉強ラッパーのコウケイオです。本日のテーマはこちら、バン、11理科機体ラップ制作振り付け案はということでございます。今僕らやってるのはですね、教科書のラップ化ということで、中学1年生の教科書5教科を全部ラップにするっていうプロジェクトをやっております。それの今日は理科の部分をですね、ピックアップして、この理科の機体ラップのところのステータスなんですけども、毎週木曜日19時半から、生配信を実はやってますね。そこで今作ってる曲でございます。で、先週どこまで行ったかっていうと、機体の部分、だから酸素とかね、二酸化炭素とかそういうところを学ぶ部分なんですけど、そこをどんなイメージかなみたいな話を先週しました、みんなと。そしたら、風船とかいいんじゃないみたいな。ね、機体の中に風船入れて、みたいな。あー、風船いいねっていうところで、一応なんか、大きな枠組みとして、設定はじゃあ風船でいこうっていうところは、先週話しました。で、先週の生配信での宿題で、じゃあ風船といえばどういう曲かなみたいな感じで、みんなから、こういう曲がイメージに合うんじゃないですかみたいなのもらって、結構決めまして、僕。で、それを、トラック作ってくれる堂場修三郎君にお願いしたら、なんと、もう帰ってきました。早いね、修君ね。はい、なんでもうまずは聴いてもらいましょうかね。こんな感じの曲でいこうと思います。どうぞ。ございます。まあね、ラフなんでね、まあ、こんな感じみたいな感じで一回もらって、で、ここで僕がちょっと構成とかサビとかを考えて、もう一回戻して作っていくんですけども、一旦考えたサビはこんな感じになりまして、で、このサビにちょっと振り付けた方がいいんじゃないかなって思ってるんで、ちょっとサビを聞いてもらって、振りをちょっと考えてほしいんですよね。一旦考えたサビをいきましょうか。どうぞ。機体を理解して機体集めよう。二酸化炭素、酸素、水素、アンモニア、窒素、超超法、時間法、火火法、時間法、水水上時間法、どれで集めよう。考えてます。で、このサビの「ジョー」とか「カー」とか「スイ」とかっていうところのところのちょっとサビをね、なんかあった方がいいんじゃないかなと思ってまして、それをちょっと決めたいなと思ってますんで、まあなんか案ある方はコメント欄、ないしは、このあと、生配信19時半からやりますし、まあ多分来週以降も続いていくと思うんで、案ある方はですね、コメント、ないしは、生配信への参加をお願いしたいと思います。今月これもあげたいと思いますので、ぜひチェックしてください。一緒にこの教科書のラップ化を作ってくれるコケ抽選募集しております。コケ抽選になるためにはアカウントの後ろに CKC とつけて、僕まで連絡をください。連絡のくれ方は、まあ、備考欄に載ってる LINE だったり、Twitter、メール、なんでもいいんですけども、まあ、いきなり YouTube で連絡くれる方はくれても構いません。連絡くれれば、YouTube 上の、コケオ中学校というチャットグループへの、招待を送りますんで、そこで入ってですね、みんなと絡んで一緒に作っていきましょう。コケ中世は、まあ、偉人ラップ部とかね、活動してるのが謎な部とかもありますから、楽しいんじゃないでしょうか。はい。あとですね、説明してるように生配信、毎週木曜日19時半からやってますんで、これはコケオ中学校ということでやってますんで、よかったらそちらにも参加してください。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけたら嬉しいです。以上、コケオでした。ピース。